パルシネマ新公園は兵庫県神戸市兵庫区にある映画館。新海地商店街北端の港川公園東口に所在する。戦後、芝居小屋から映画館に転身した公園劇場が前進。1968年に公園改修のため一旦閉館した後、1971年元日に新公園劇場の名称で開館。 1983年頃に玄関名に改称し、2021年元日に50周年を迎えた名画座である。東京を除けば数えるほどになった、いわゆる名画座の中では、ポピュラー路線でも、マニアックでもない中央のプログラム構成の日本立て。上映期間は番組により10から16日で初日は土曜日でないことが多い。 洋画館として開館したものの1994年の黒沢明監督特集以降、年に数本程度の砲画も組むようになる。最近では年間60作品程度のうち砲画の比率が高くなっていて、再上映も時によって、全国拡大ロードショーのヒット作は少なく、やや落ち着いた作品群と短観系の作品がメインである。番組のほとんどは、 ヒューマン系を軸に楽しい映画、考えさせられる映画で時折風変わりな作品も、周辺よりも高いところにある公園の南部分の元に潜るように位置し、入り口と東側が表の通りに面している。かつては館内で販売されているドリンク類は通常の自販機での販売価格よりも安価に設定されており、箱に入れられてセットにされた菓子も販売されていた。 ロビーには毎月初めに発行される原版が置かれ、スタッフの作品のレビュー、観客の当初が掲載されている。公式ホームページはリニューアルされて大変詳しい案内が掲載され、上映作品がおすすめマークと共にリストアップされている。ABC パルシネマ新公演、港町キネマ通り、2013年10月12日閲覧。ありがとうございます。